はい、酒井陽一郎さんの三家、三歳メスサイズが70センチです。お願いします。はい、こちらもやっぱり大きいですね。三歳で70センチあります。こちらの鯉もですね、ほんの池上がりの鯉となります。ここに大きな釣り、後半にも大きな釣り、こちらも、まだまだ未完成な鯉ですが、今後の楽しみな時期です。この鯉の最大の魅力は、このお筒の太さ。このお筒の太さが非常にいいですね。体型なんですけども、こちらの鯉、正面から見ていただくと、この幅、背中の幅、尾っぽの幅、ほとんど変わりなく、この肉付きが、腰回りの肉付きが非常にいい三家です。なかなかここの腰回りの肉がつく三家って少ないんですけども、こうやって並ぶ見ていただいても、キュッと絞り込みがなく、非常に大根のような素晴らしい体型の鯉です。はい、じゃあ掴みますね。はい、生き上がりなので少し粗めの感じはしますが、しっかり肉、目方がある重たい鯉です。サイドです。はい、こちら側のサイド。ちょっとやっぱり、もう一上がりなので荒いですが。はい、脱輪もなくいいですね。はい、お腹です。綺麗です。やっぱりこの一番いいところに炭を持っている三家って非常に、まあ、個人的にも好きです。よく見えます。はい。したいと思います。また背びれを白く抜いているのも非常に上品に見えますね。ここの場所ですね。はい、はい、では、最後アップしたいと思います。この背中の大きな首、いいですね。非常に体型もよく、はい、本です。いかがでしょうか。こちら酒井陽一郎さんの3家、3歳メスサイズが70センチです。ぜひよろしくお願いします。